こんにちは。札幌占い美容室早昔の後藤です。今回はですね、こちらのちょっと見えるかな、結構バッサリ切りたいと思うんですけど、長さが、結構上からマッシュルフのスタイルで、結構毛束が動いてる感じのスタイルをやっていきたいと思います。カラーは結構こう暗いダークなカラーにちょっとしたいと思います。アンダーのラインは結構まっすぐでマッシュベースで、で上のウルフの部分で動かしていく感じ。ここのまずですね、スタイルの、ラインがのちょっとまっすぐのマッシュベースにこうなってますから、まずじゃあこのまっすぐのラインを、カットしていきたいと思います。でバックの襟足は逆にモデルさん理想のやつよりもちょっと短いので、ちょっとここは切らないんでここにつなげていきましょう。で使ってるのは R2 セニングで、まずぼかしてカットしていきます。なんか買ってる？買ってます。買ってる。そっか、いろいろ障害がありますなんか買ってますね、これは。まあ、サイドノーガイドになるので見ながら、切っていきますね。指をですね、こういう風にコンベックスにしてあげて、丸くこうショーバルタンでカットしてあげるとコンベックスの感じが作れますし、でまあこうネイプの方はレザーカットでやる場合もあるんですけど、今日はまあシザーでカットします。はい、でここでこう押さえて、まあ、この場合はね、ダウンステムの方がいいですね。はい、ピールメッシュの薬剤設定なんですけれども、今日はあんな感じになりましたよ。まんまですね結構再現できてますよね。はい、やっぱりちょっとこの黒色だけだとちょっと重い、ショートだと重いんで、やっぱりメッシュ入れてあげた方がまあいいのかなって感じがしますね。ちょっとやっぱ重すぎちゃうかな。